どうも、ナオチです。いただきストリート、その9の方、続きの方やっていきましょう。前回、前々回あたりから、毎度毎度ね、始めるたびに、タイトルをね、後付けするので、まあ、イラスト続きやっていきますよ、みたいな感じでね、やっていってるんですけども、前回はね、まさかスライムが毒性をね、別にチャンスカードとかも確か使わなかったよね。好きなお店が買えるとか、そういうのも何も使わずに、ただただサイコロの出た目だけで、空いてるお店をね、ポンポンポンと取って独占するというね。で、まあ、そのお店に僕が泊まらなかったっていうのと、あとはスライムの増資がね、チビチビとしたようなやり方だったので、それでうまく逃げ切れたかなというような感じでしたね。まあ、一歩間違えれば、すぐにやられてたっていうような展開だったんですけども、今回も続きやっていきたいと思います。というわけでね、そろそろ服装変えてもいいんじゃないかって思って。でも増えないんだよね、この種類がね。あ、じゃあちょっと強くなろうか。ちょっと強くなろうっていうのは変だけど。よし。これでいこう、今回はね。で、これ。よし。だいぶ強そうじゃん。これでいいんじゃない？あ、モモンジャの尻尾も売ってんだ。でも尻尾いらねえな。羽の方がいいよ。さてと。というわけでね、ツアーモードやっていきましょう。で、今回からちょっとね、マップが広いよっていう。この前は幽霊戦をクリアしたもんじゃ、あ、モモンジャのツアーか。オイラもちっとも怖くなかったもんね。次のマップ行きましょう。幽霊戦は無事に終わったもんじゃ、良かったもんじゃ。でもこのツアーはまだ終わらないもんじゃ。なんと次があるのもんじゃ。そう、魔人像ね、ワープマス。さあ、そのワープマスは何かという、クリフトアリーナモモンジャ。ドラクエ4に登場する。そうだね。結構、中盤超えたぐらいだったっけ？気球ゲットしてたっけ？結構ギミックがめんどくさくって、嫌な印象があったんだけど。というわけで、このマップにはね、新しくワープというギミックが出てくるので、それも紹介しながらやっていこうかなと思いますよ。9。69。2番か。1,2,3,4 全員ドラクエ勢だね。マリオ勢いないね。さあ、いくら？ああ、でも目標金額は15,000で2以上か。了解です。どでかいぞ。もじゃあ、きっと合体でも変身でも何でもできちゃうわだよ。もじゃあよ、まあしないんだけどね、どっちもね。超ラッキーマスっていうのもね、増えたりするんですが。でかいもんじゃね。仲間だよ、今回は。このワープマスっていうのを今回やります。要は何かっていうと、まあ、ここ踏んだら、この黄色い場所こっちに寝ちゃうよっていう場所ね。で、大砲っていうのは、他の人のところ、例えばここに俺がいて、他の人ここにいたとしたら、例えばここから、こう、ポーンって行って、こう行って、こう、レベルアップってできるんだよね。ここマークがね、一箇所で全部あるから、うまく使えば、レベルアップが早くできたりもするんですけども、まあ、下手なプレイをしてしまうとっていうかな、運が悪いと結構、レベルアップが遅れたりというような感じですね。さあ、行きましょうか。最初が重要。じゃあ、こっちから行く。あ、なんか後ろにいんな、変なの。あ、トルネコとかか。なんか、マップの後ろが動いてるっていうのかな。ザラキさん。アリーナ。あの頃が懐かしいな。確かにお前らあれか。ここで冒険してたんだもんね。武術を教える店。なるほどね。それお店っていうのか。格闘場というか、なんて言うんだろうね。もう一度大事。いいね、モモンジャ。ここ一軒目だよ。俺も一軒目だったんだけど、邪魔者がね、容赦なく止まってきたからね。なんかまあ、アリーナ行ってたけど無視してしまった。うるせえよ、ザラキさん。お前、自分のザラキでくたばってる。なんでアリーナが好きなんだろう。まあ、アリーナは俺も嫌いじゃないんだけど。
誰だろうね、ドラクエシリーズの中で一番いいなと思ったの。今作にはね、いないんだけど、6の女の子たちが結構個人的には好きかね。ミレイユとかバーバラとかがね。あとはまあ、あれがいいなって思ったりもするけど。あいつ。マリベル。あー、ワープしちゃうな。ワープしたくないな。あー、どうしようね。ワープしてあっちのお店揃えるっていうのもありだけど、ちょっとそれだとバクチだからやめておこう。そう、マップが広いとね、ダイスがね、6じゃなくて限界突破して7とか出てくるんで、そこはね、ゲームだからっていう感じですよ。チャンスカードでやっぱりね、どう出るかだね。あ、ワープだ。で、ワープした時にここを一気に揃えられたりすると、まあ強いかなとも思ったりするし、4。もう一周できねえんだ。じゃあどこにしようかな。記念すべき1個目、39。何が39だよ。いいよ、仲間だからお前にあげるよ。かわいそうに元気出してくださいね。とクリフトに同情されちまったよ。ゴリ押しね。ゴリ押しはまあ俺も悪くはないと思うけど。75。あ、買うんだ。そこか。なるほど。あ、でも俺も使うな。多分今のゲットしてた俺も買ってる。あそこをね、いっぱい揃えられる、出るとめんどくさいけど、要は飛ばされなきゃいいわけだから。ただ飛ばされるとね、すごく厄介なので、注意していかなきゃいけないんだけど。どう出るかだよね。モモンジャのあれが。俺黄色で、お店は順調に増やしていけてるのか、一応。モモンジャの、なんか、エリアになりそうな予感がするね、そこはね。よいしょ、14。悲惨すぎるわ。運ないね。なんとかね、今んところさ、結構1回で勝ててるから、最初負けて以来、なんとか勝ててるから、今回も勝っていきたいんだけど。あー、モモンジャすげえことになりそう。よいしょ。3。あー、ワープか。98円か。こっち。これで結局ワープってなったら元も子もないんだけどね。買い替え。勝ち前そこ。邪魔しろお前が。自分のね、最愛の人のプレイを邪魔するっていうの。なんとも。あー、緑そっちばっかだな。俺も、もっとお店が欲しい。ちなみにね、この大砲を、着地したマスに、の影響は受けないんで、結構気軽に飛べるかなっていう印象ですね。祈りの心とか言ってるけど、興味ないです。31。左足。あー、もうもんじゃが得してる。まだ始まったばっかりだから確かにさ、なんも言えねえけど。53。どうだろうね。これが吉と出るか凶と出るか。もう株買うか。あれか、しかも。結構がっつり買う破壊。アリーナ残念だったね。よいしょ。よし、もう一回触れる。ジャスト。株は買うけども、どこの株を買うかだよね、問題はね。黄色が俺の場所でしょ、エリアがあるのが。ここ買う？
ももんじゃがどうしそうじゃないね。今のところちょっと俺のあれで目星増資する場所ないから、とりあえずここ買っちゃおう。自分の力以外でね勝つ方法はないんですよっていう話をしようと思ったんだけど、今俺思いっきりアリーナじゃねえよ、アイノリっていうね、あの他の人の株に便乗して儲けようとしてるから、あれだよね、他力本願だよね。ていうか俺レベルアップしたのになんかみんなにお金あげまくったから超金ないね。お店もそんなないし、よし一個ずつ取っていこう。何度も言いますが黄色が俺のお店なので黄色を、1個ずつ1個ずつ増やしていきたいわけですよ。もんじゃ多分買うと思うんだよね株で。俺が先に一応株買ってるから株価上がってるんだよね。だから多分俺よりか買えないんじゃないかなと思うんだけど、どうだろうね。でしょ、こうなると俺の方が一応株による利益はでかいわけで。よいしょ。6だとどうなの ?5。こうか。お店は増やせてんだよね。ただお金がね、ないんだよね。まあでも俺はそれちょっと使えないかな。欲しいけど。序盤で確かにそれ引いたらすげえでかいんだけど、でかいんだけどね、俺みんなにお金ばらまいてるから下手なことできないんだよね。増資してくれ。5 12円安いな。苦労があるからレベルアップが嬉しいのです。まあ確かにその通りなんだけど、結構まだお店自体は空いてるからな。4。安いな俺のお店ね、言われちゃったけど、まあ自覚症状あるし。あ、なんかももんじゃやばくねえか。なんかなんでそんなポンポンお店増やせていけてるんだ。上のエリアも取りたいんだけどな。次あれだな、もう一箇所、そこのおもんじゃが2個持ってる場所を株買います。集会今してて目星いお店が揃わなかったら、自分で増資できそうな場所がなかったらちょっとその先行でいきますよ。厳しいなぁ。なんでこんな毎度毎度展開が厳しいんだろうか。よいしょ。2。1が良かったな。58。あー、チャンス以外ワープか。ここ。あ、ミスってないね。大丈夫だね。どうしようかな。全部もう売っちゃおうかな。売っちゃおう。これで一応ね、さっき株が1回1円か2円分か上がった時の金額はね、現金になっても取れてるから別にいいのかなっていう戦法ですな。今の全部売っちゃって、ただ株がねやっぱりあった方が個人的に安心感はあるので、しないしない。で今2個か揃ってて空き地っていう場所ができたので、そこを、株買っていきたいね。邪魔されなきゃだけどね。
右胸、そこをブーストっていうかプッシュしていくんだね。4、おお戻った、おかえり、よいしょ。おお神よ、どうしたの、いきなりそんな。さあアリーナさんの番ですよ。2、ああ増資する、ああお前そういうタイプか、めんどくさいな。ああ5、お初めてか、おめでとう。ああいいな、モモンじゃいいね、引きがいいね全体的に。あらなんてことだ、ぴったり賞がいいな。3にし、3出して、あの今来た場所を戻っていきたい。ライスはトレーニングね、脳筋お嬢様だからな。会心率が高いっていうのは確かに強いけど、なんかね、あんま女の子らしくなかったよね。よいしょ、また1しない、なんつった、誰にお店交換しませんかっつった、マジで言ってんの。結構踏み込んできたね。どうしようかな、もらうお店がすっげえ高いんだよね。これありじゃないかなって個人的に思ってて、現金はあげちゃうんだけど、あのもらうお店が高いのがねでかいと思うんだ。これでまああそこ独占されたらはーってなっちゃうんだけど、でこれもこれでお店の数は単純に俺の方が多いはずだから、なんだろう、攻めきれるっていうか攻めていけるんじゃないかなって思ってるんだよね。でレベルアップ今するでしょ、でってことは株すぐに買えるから99すぐ買って、買えるよね、買っていいぞ。モモンじゃ邪魔したな、そうで独り占めはね良くない。今3じゃないんだな、さっき3が良かったんだな。でこれでここだね、ここ99買うっしょ。で、すぐに増資して、安い場所からだね。増資してって、あ、そこ買うんだ。まあいいけどね。で、増資して、止まった時の額が平均的に高くなるようにしたい。アリーナはね、株と増資を確かに一気にやってるけど、その分、お金を一気に投げ捨ててるので、投げ捨ててるっていうか売っちゃってるので、それがねちょっともったいないねって思うところなので、5、お、というか俺今現在1位じゃん、今現在だけどね。多分ねあれはでかいと思うんだよね、右手買ってないよまだ。増資か、モモンジャも増資したいと。あそこ買うんだ。何このモモンジャエリア。でこれで今さ上のお店の額見た、増資額1300って出てたでしょ。だからねもらったお店が高かったからでかいと思うんだよね、さっきの。クリフト結構ね、ミスだと思うよ、あれは。で、今平均的にちょっと高くしたから。で、今まだ3000円ぐらいでしょ、みんな。あ、やられたな。まあいいや。え？あぶねえ！あぶねえ、あぶねえ。独占はされちゃまずいっしょ、さすがにね。いや、しないけど、まだ。クリフト、なかなかレベルアップできてないね。
こう、あ、戻ってこれたか。そっか、でも俺さっきレベルアップしたばっかだから今1位なわけで、他の人はまだレベルアップしてないもんな。ってことになるとどうなんだろうって思うけど、よいしょ。あらー、まあいいや、マーク回収と考えて、ハートスペードの上から取りに行くか。7、アリーナはまあ別にほっといても平気なのかなってちょっと思ってるんだけど、ちょっともうもんじゃ先輩やばいっすね。アンさん、アンさんやばいっすよ。よいしょ、上から通っていきます。よいしょ、22、2倍か。払い戻しチャンス、いや売らないでしょ、売る場所もないし。買え、いいぞ。邪魔するつもりはなかったんですが、お前もうそういうね、あの、なんていうの、無自覚なね、邪魔がね、嫌われるんだよ。3、マークか。60、どこ、あ、誰も関係ない。よいしょ、6、お、いいね。どこ行こうかな。あとクローバーがあればいいんだから、アリーナかな。アリーナのところ飛んでこ。イエス、あのさ、あの、なんだろう、独り言言うやつってやべえやつだよね。あの、俺も確かに今実況で独り言だけど、これなんだろう、日頃街とかさ歩いてて、電車とかさ、いろんなところに行くわけじゃん。それでさ、なんか誰もいないのに、やっぱり一人で喋ってるやついるとさ、あー、相乗りだ、気持ち悪い、お前。だからやべえやつだよなって思うんだよね。よいしょ、2、買わないんだけどね。あの一箇所だけだから高くできるのが、で、やっぱりなるべく今相乗りとかいう気持ち悪いことを、あの、姫様がね、あの、自力でとか言ってたくせに、俺も相乗りやめたからね。このお嬢様をメタメタのボーボーにしてね、あの、身ぐるみ引っぺがしてやろうかって感じなんだけど、結局だからアリーナ今、株頼りだもんね。株頼りじゃない、頼みだもんね。さてと、じゃあそろそろ、一回ここまでにしようかな。ちょっとこのパートはね、長くなる気がするので、一旦ここで切って、で、次回で終わんのかな？わかんないけどね。あと、お店が上のマップでね、一箇所空いてる場所があるので、で、そこを買えばね、また三つの場所ができるので、頑張っていけんじゃないかなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。